こんにちは、西村ラジオ第13回西村投射堂の池です。皆様お待たせしました。やっとですね、西村オリジナルの白鸚市徳洲市見本町の方が完成しました。結構イベント会場の方で皆様に、西村さんオリジナルの見本町とかないんですかって言われることが多々あったんですけど、この度やっと出来上がりましたんで、そのご報告です。こちらの見本町ですが、スタジオ U さんのオンリーイベント内、西村投射堂トラベルブースでの販売をしております。また西村投射堂オンラインショップ、また、フロマージュさんの通販の方でも販売開始しましたので、イベント会場に来れない方はぜひそちらもご利用ください。今回ですが、特殊紙と白の種類が各68種類ずつ入った見本帳になってます。またプラス、7種類ほどの加工見本も入ってますんで、すごい見応えたっぷりのものになってます。この特殊紙白鸚紙見本帳の中でですね、スプリブイエンボス、こちらの方が6種類ほど載ってるんですが、クモ、シャギ、ストライプ、玉石、ヘリンボン、木綿の6種類のちょっとね、説明じゃないけど、まあ、見どころをお話したいなと思います。このエスプリブイエンボスっていうのは、まあ、もともと紙自体に柄、模様を持ってまして、その上にホログラム箔を押してるんですが、そのホログラムの箔の模様と紙が持つ字の、なんて言うの、模様が重なって、すごい不思議な効果を出てるんですよ。不思議な効果が出てるんですよ。まあ、その辺をね、ぜひ見てほしいと思います。まあ、あまり説明になってないんですけど、とにかく、なんていうの、紙の模様と箔の柄、もしくは紙の模様と普通の、まあ、模様のない通常の箔が重なるとね、ほんと不思議な効果を得られるっていうのがね、この見本帳でね、非常にいろいろ載ってますんで、今後の箔の参考にしてもらったらいいかな、と思います。あとですね、メタル紙、アルグラスという紙なんですけど、こちらに空押しをしたのが、載ってるんですけども、あまり、メタルの紙に空押しっていうイメージは、僕自身もあまり持ってませんでしたけど、この見本帳で作ってみて、意外に面白いほどね、その、メタルの中に、その、凹み入れることで、陰影が出て、凹ませた部分の光の感じがすごい面白い効果を表してまして、今回これは、見てほしいなっていう風になってますんで、ぜひ、メタルに空押し、やってみてください。まあ、この見本帳をきっかけに、ああ、箔がやりたいとか、まあ、特殊使いたいって思う方がいっぱいいると思います。いつもは箔とか使うのはちょっとね、お金がね、高いからねっていう方も、少しだけ原稿を早く書いて入稿することでね、その箔押しの代金とか、まあ、特殊紙代を少しでも安く抑えて、加工を楽しめる。そんなフェア、表紙だけ割りってのもやってます。また、表紙も本文もちょっと早くできて、さらになんかオプションでなんか加工やりたいなーって方は、ぜひ、友釣りというフェアをやってますんで、そちらの方、ご利用ください。この冬は、白の冬で、どうでしょう。冬のフェアに関しては、サイト内の方に締め切り等も掲載してますので、ご覧ください。続いては、声優の浜健人さんによるラジオ番組、浜健人の西村ラジオ第4回です。浜ジオは RKC 高知放送で毎週日曜日の16時から放送中やけど、 RKC 高知放送はインターネットでも、リアルタイムにラジオを聞くことができるラジコというサイトでも放送しています。ラジコを知らないという方はぜひラジコで検索してみてください。スマホにもラジコのアプリがあります。ただし高知放送の放送圏外で浜ジオを聞きたいという場合はプレミアム会員になる必要がありますのでご注意ください。パソコン、スマホでもラジオが聴けるって手軽でいいですよね。というわけで浜ジオ第4回おまけ映像は浜ジオのエンディングで流れます。お見逃しなく。どうぞ。現在17時です。放送ちょっと紛らわしいからさ。16時で聞いてるリスナーの皆さん、現在我々17時です。我々は17時です、すごいね、ぼやっとした始まり方で申し訳ないんやけどね、今回はね、俺はちょっとぼやっとしちゅんよ。なんでと思う。貝塚行けんかったき。
貝塚ね。そうそう、坂本龍馬からの、そう前回のね、坂本龍馬からの、うん、そう前回の坂本龍馬からね、近くやし貝塚行ってね、なんか収録して楽しいことができたらいいなって話しよったんやけど、そう時代をね、そう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 、遡ろうとした、ね、そう時代を遡ろうとして来たんやけど、本日あの変しておりました、大変残念ながら。あのね、今何をしようかというと、うん、近くの公園で喋ってます。お面白くない。そうだよそうだよそうだよ。あの今回どうしようかって思ったんよ、うん、今回貝塚、そういや貝塚はまた今度さ行ける機会があったら行こうよ、うん、まあ、そもそも貝塚何か知ってんの。貝塚あれやろ、あのあれやろ、縄文の人とかが あの貝を貝を貝をなんか捨てたんちゃう違う違う違うの。貝も捨てた。じゃあ縄文やろ、うん、縄文土器とかも捨てたんちゃう、違う違う、まあ、土器もね、土器も捨てた、不要になった土器もね、うん、あとはじゃあ貝捨てたって なるんやったら、なんかもう食べ物シリーズ、そうよね、あのなんか魚の骨とかも捨てたんちゃう、違う、正解、おありがとう。すげえ、なんで急に素直になった、さっきはちょっと意地悪みたいな感じやったのにさ。いや、飴とムチありがとう。そんなわけで浜健人の西村ラジオ始まります。まあそういうわけでね、今ね公園で、まあ、ブツ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 いう感じで、あのね、そうごめん急長いけどさ、放送のなんだろう、リスナーの感想を見てさ、西村くんって誰って意見がすげえ圧倒的に多かったんよ。あの貝塚意見買ったきさ今日はちょっとだけちょっとだけ言うと、うんうん、東京に住んでるよ。東京やもん、うん、いやここは東京、まあ多分ね みんなそれは知っちゅう、多分知っちゅう、もう一個ぐらい、じゃあ多分もう一個、うん、じゃないと俺が掘り下げられねん。血液型が大型、うん、お大型か、そっか、もっとちょうだいよ。趣味は趣味や、趣味趣味、うん、趣味は、うん、ラジオを聞くこと。何のラジオ。西村ラジオ。ありがとうございます。はい、らしいです、皆さん、まあそんな感じらしいですよ。気になる人はメッセージを持ってください、うん、そうそう、留守電ね、もうこれダビリ会やね、うん、ダビリ会、そう留守電ね、あの勇気いります、皆さん電話すんの。どう、あのね留守電みんなに聞いてほしいんですよ。あの僕一個頑張ったことがあるんで、なんか、言う、ここじゃあのどういう風に言おうかって思ってもなかなか言葉にできないんで言わないんですけど、あの普通にあの、まあ、ボソボソって喋ったんで、ぜひね皆さんにはねとりあえずかけるだけかけてもらって、でそれでね、あの、うん、何やろ、あの勇気が出たらね、あの一緒にね、あのプレゼントの応募をしてもらったらね、俺は嬉しい、西村君も嬉しいで、西村当社堂の人はもっと嬉しい。言ったろ今日はこんな感じって。ああまあそういうわけでね、今ね大盛りなんすよ。大盛りね、うん、それ言うの遅くない、いつ言うのかな、いつ言うのかなと思ってたんだけど、いやもう現状の報告で精一杯でした、うん、まあ地図的には、うん、この前のね、うん、前回の立ち会い川から、うん、ちょっと近い、そうだね、乗り換えてちょこちょこっと行ったぐらいやね、うん、電車だとちょっと移動が、うんうん、そう、そのね大森駅、あの品川駅から、うん、京浜東北線に乗りまして、うんうん、ちょっとのところ、うん、そう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 、またマイナーな駅を選んでみたんだけど、そうそう貝塚があるからね。なんで決め顔で言ったん、なんでいい顔で貝塚があるからねって言ったん。ちょっと俺の真似して言ってくんない、そういう時貝塚があるからね、なんか言ってよ、なんか言ってよ、なんかもうちょっとちょうだいよ。分かった、もう一回言うから。あ、じゃあ龍馬風にして。貝塚がある気にゃ、うん、これきついわ。これいやだから飴とムチだからね、飴とムチ、ムチ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 みたいな、うん、ムチ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 、飴ムチ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 、飴ムチ、もう本当に何度でも攻めますからね。住宅街で攻めるとか言わない。
浜塩でございます。あの皆さん覚えてください、浜塩でございます。壺浅いな。もうね、笑いの壺浅いな。状況が面白すぎてたまらん。お笑いとか苦手でしょ。あの違う、こうお笑いの番組見て、うんうん、笑うなみたいな。そう、あラジオとかもさ、お笑いの番組あるじゃん。俺超得意だよ。違う、得意とかじゃなくてそれを聞いて我慢対決みたいな。ああなるほどね。俺超得意だよ。もはや笑ってんじゃん。嘘、超絶苦手。すんげえ苦手俺。うん、うん、あの年末にやってる某番組とか見てても、ああ最初笑わないようにって頑張るんだけど、うん、絶対笑っちゃう。あの口に水含んでとかってやるやつもあるじゃん。ああ、ね、絶対笑っちゃう。ああそれあれでしょ、口に水含みながら見てるんでしょ。やったこともあったけど、パソコンを目の前に置いてテレビを見るから、あこれ万が一があるなって思って怖くなって飲み込んじゃった。じゃああれにしようよ。何、年末のさ、うん、企画、うんうんうん、笑い我慢対決みたいな。ああ、あの某番組みたいなね。そうそうそう、うん、別にパクるわけじゃないよ。いや言ってるよ、パクるとか言って言ってないやん。言ってない言ってない、それは語弊があるよ。いやそれはもうあの、うんうん、2人しかいないわけだから。そうやね、西村ジオ特別ルール、うん、何を、うん、考えてもらおう、誰かに。誰かに、うん、あリスナーの方にね、とかも含め、うんうんうん、まあ西村とおしゃとさんでもいいし、そう西村くんでもいいし、2人しかいないからね。そうね、2人水含んでさ、うん、試合始めてもさ、始めっていう人いないから、うん、にらめっこ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 、水含んでのにらめっこ、相手にかかるやん。どっちが勝ちか分かんない。どっちが勝ちか分かんない。もうバカだよね、二十歳超えた大人たちです。うん、だってあれでしょ、勝ってんのに水かけられちゃうんでしょ。うん、もう苦痛だよね。我慢したのにさらに水かけられたの我慢しなきゃいけない。俺我慢しないじゃん。おかしくない。なんでもう俺に水かかるみたいになってんの。違う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 、いやそれを瞬発力避ける。何のゲームだよ。まあそういう企画もね、一つの候補として挙げておきましょうかね。ね、うん、ね、自分のやりたいことなので、うん、もう無茶な企画よこしてください。なるだけやるから、まあうん、全部やらせます。じゃあもうやる。やる。この番組でね、あの頑張るって言ったらね怒られるんですよ。いや、頑張らないでください。合言葉。やります。やります。正解。ね、頑張ったら怒られるから、あ頑張ります。いや、頑張らないでください。やってください。あ、やります。もう本当に流れ作業のようなね。言い方、言い方、流れ作業じゃない。毎回毎回丁寧にちゃんと作ってるから、まあ丁寧、やりますやりますやりますみたいな。もうあのさ、工場みたいな。ベルトコンベヤーに雑な感じよ。本当にいかんちや。まあ、もう寒いからさ、うん、そろそろさあれやってくんね。疲れた。寒いからとかこらこら。まあそうですね、そろそろじゃあ疲れた。え、前回西村ジオの2から始まったから今回し、うん、なんで不本意なん。おかしいやろ。順番に行きたいのかなと思って。え、何やったらいいんじゃ逆に。ははやったらいいん。浜健人のは。あ、浜健人のはで言ってくれたんや。え、なんかさ、もっともう一回浜健人の歯でやってくれたんや。ああ、歯でいきます。そうやね、ちゃんとあれ入れてね、ちゃんと。今今日大森にいるからさ、大森とかさ貝塚とかさ、ちょっとワードちょっと記念にね、うんうんうん、毎回。なるほどね、なるほどね。そう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 、あのね、その今更なるがやけど、疲れたって何って話をね、うん、あの疲れたっていうのはその日の収録の感想をね、あのカルタにしようっていう企画よね。すっごいざっくり言うと、そう。今回はまあそういうわけでね、歯でやります。歯、歯か。あ、決まった。俺も決まった。なんで。あ、じゃあ先に、あ先に聞いたら、いや先に聞かせて。じゃあなんかちょっと、だって俺の方がいいやつ。みんな聞いた、いいやつって言ったで西村くん。じゃあ俺から行くで。先取っちゃう。先取るよ。でそれで滑って、なんやねん西村くん口だけかって。ああ。じゃあ行くで。スカルタの歯、じゃじゃん。はあ、
貝塚また今度来よう。シンプルやけどどう、まとまっちゅうろ。シンプルやけどまとまっちゅうろ。どやどや、何どやって。はい、じゃあ僕よりいい疲れたを言うそうです。はい、西村くんどうぞ。じゃじゃん、肌寒いな大森駅は。皆さんどうですか、皆さんどうですか。当社のさんどっちでした。やった、俺の勝ち。嘘。はい、プレゼント行って。はい、じゃあ今回もプレゼントコーナー行きます。はい、じゃあまあ毎度のごとくね、ツイッターとかメールじゃなくて電話の留守電によろしくお願いいたします。あの、勇気を出して一歩踏み出そうや、君ならできるちや。多分あの受話器取ってボタン押すだけであといいから、とりあえず聞くだけ聞いて。じゃあ電話番号言っていくで。それあれ、受話器耳当てなくていいの。いや、あのさ、どうせとこもこれから言うってな。なんでぶった切ったん。だって受話器取って番号押すだけでいい。いや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 、まあまあ聞いてほしい。それじゃ不本意。いやいや、まあ聞いてほしいよ。あの、じゃあもう一回言いなさして、あの、受話器取って電話番号押して聞いて、でその後もっと勇気が出たら喋って。じゃあ言っていくで、電話番号です。はい、0888338148、0888338148。はい、留守電に、ラジオネームと本名と住所と、欲しいプレゼントの名前で、今回のプレゼントなんかやけど、なんと僕の写ったサイン入りの写真。なんかありがちやね、なんかめっちゃ欲しい。ありがとう。今ね、あれ、俺じゃなくて、某リスナーの声。某リスナー、ありがとう、ありがとう。すげえ食い気味できたからちょっとびっくりした。まあ、今回はね、俺のサインの書いた、写真を皆さんにプレゼントしたいと思っております。どんな写真か見てからのお楽しみです。現在あの候補が4つぐらいあります。はい、で、まあプレゼント名はそんな感じで、あの浜健人のサイン付きの写真っていう風に載っけといてください。で最後に電話番号も一緒に、もう一回言いますよ頭から、0888338148で、ラジオネームと本名と住所と第4回放送の浜健人の写真サイン付きと電話番号を吹き込んで、ご応募ください。また他にもですね、あの企画だったり、西村君って誰や、この前浜の疲れたの方が良かったぞっていう感想とか、ね、どん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 そういうね、皆さんなりに思ったことがあったら吹き込んでいただけると、我々の方でね、汲み取ってね、楽しい企画にさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。うん、というわけでね、今回もお付き合いくださってありがとうございました。西村ラジオコリンティ主演です。バイバーイ、また来週。また来週。一回でいいから電話して、で、なんか聞いて。言ったろ、今日はこんな感じって。ああ。浜健人の西村ラジオ、浜ジオ第4回でした。相変わらずの感じが妙に安心するようになってきてね、浜くんが身近に感じられて、あー今週も元気にしてるんだなって思ったら、おじさんも嬉しいね。浜ジオでお知らせしたプレゼントの応募方法や締め切りなんかは、西村ラジオ公式サイトの放送後期に掲載しています。そちらを見て勇気を出して電話をしてみてください。さてさて、浜さんは高知県出身ながですが、皆さんは高知に土佐おもてなし勤労党というご当地アイドルがおるのを知っていますか。 JR 高知駅の目の前に土佐テラスや旅広場という主に観光客が楽しめる施設があって、そこを中心に、活動しゅうご当地アイドルながですよ。メンバーはね、坂本龍馬、中岡慎太郎、岡田伊蔵、岩崎弥太郎、河原版や寮の5人組で、観光客の皆さんをおもてなししたり、ステージで歌ったり踊ったりして楽しませてくれています。東京や名古屋へ脱藩して活動することもあるので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。彼らは通称モテキンと呼ばれちょって、歌や CD やグッズの販売も主流がです。高知へね、観光へ来たらまず高知駅前の土佐テラスに行ってみてください。メンバーの中の誰かがおったら土佐弁で楽しい話をしてくれますし、おすすめの観光スポットも教えてくれるんで、
いい思い出ができると思います。土佐テラスではモテキンさんが出演し中、歴モテ TV という DVD を販売しています。先週紹介したドラマ CD レキシングをモテキンさんが PR するテレビ番組を DVD 化したものなんですよ。モテキンさんが、まあ、クイズとかゲーム料理にも挑戦するというバラエティ番組になっとって、すごい気軽に楽しめるし、メンバー全員が土佐弁なんでね、土佐弁の勉強にもなるんじゃないでしょうか。僕は個人的にあのモテキンさんはあの曲がおすすめで、特にあの勇気凛々っていう曲があるんですが、こちらちょっとおすすめです。この冬は白の冬でどうでしょう。男の土佐弁講座。このコーナーは土佐弁の意味や使い方を皆さんに覚えてもらおうというコーナーになってます。今回はですね、すぐにとか急いでという意味合いの土佐弁なんですが、こちらですね、変死も残事とかって言うんですよ。特にちょっと年齢の上の方はよく残事って使います。でさらに年がいった方は変死も言います。まあ特にこの残事って一般的に辞書で見るとですね、意味はしばらくの間とか少しの間って、まあ、ちょっと間が空くような感じの言葉の意味なんですが、土佐弁ではその真逆で急いでとかもうすぐにっていう意味なんですね。ちょっとここで例文を紹介します。また恒例の居酒屋パターンでいきますんで。はいはい、えまだこれが、うん、いかんちゃもう残食でみんな待ち受き。まあこんな感じで、普通に訳すと、はいはい、うん、まだこれんが、あ一緒か、はいはい、まだこれんが、これんがって土佐弁じゃないかこれはいはい、まだ来れないの、うん、ダメだよ、すぐに来なよ、みんな待ってるよっていう感じですかね。うん、こんな感じです。残事、変死も、変死もの方も一緒ですね。例えばさっきのやったら、はいはい、まだこれんが、うん、いかんちや、もう変死も来てみんなが待ち受き。ちょっとね、変死もが柔らかい感じ。男のね、ちょっとおんちゃんが偉そうに言うときはもう間違いなく残事来やよ、残事って言いますんで。ではまた次回土佐弁講座お楽しみに。今回の西村ラジオいかがだったでしょうか。実は先日イベント会場でお客さんにね、あること言われたんですよ。西村さん土佐弁訳してっていうのも、土佐弁のキャラクターの喋りも会話なんですけど、その部分を自分なりに調べて土佐弁には変換してるけど、それが本当にお中やろかって言って、西村さん見てって、すごい恥ずかしいけどって言われたんですけど、まあそういうのはね、全然やりますよ。もちろん喜んで、僕の土佐弁でよければ。なので若干その昔の土佐弁と今の土佐弁ちょっと若干違うんでね、まあ昔通りになるか分かりませんけど、僕は土佐弁に訳しますんで、どしどしご相談ください。ではまた来週。この番組は西村東社堂の提供でお送りしました。